今回は歴代の子宮王と子宮王をランキング形式でご紹介していきます。1位は誰だと思いますか？早速見ていきましょう。まずは子宮ランキングから。第10位は谷繁元信選手で1133回子宮で出塁しています。球界を代表する捕手の一人で27年連続本塁打のギネス記録と通算3021試合出場の NPB 記録を保有しています。第9位は山本浩二選手で1168回子宮で出塁しています。ミスター赤ヘルの愛称で知られる広島東洋カープのスター選手。現役時代は投手の配球を読むのがうまく、読みの浩二とも呼ばれていました。セ・リーグ最多となる10回のゴールデングラブ賞を獲得している守備の名手でもあります。第8位は福本豊選手で1234回子宮で出塁しています。通算盗塁数及びシーズン盗塁数の NPB 記録保持者で世界の盗塁王の異名を持っています。さらに115回の三塁打と12回のゴールデングラブ賞を獲得しており、これらも NPB 最多となっています。俊足堅守の名選手です。第7位は野村克也選手で1252回子宮で出塁しています。史上2人目、パ・リーグ初の三冠王で19回のベストナイン受賞、9度の本塁打王、7度の打点王など言わずと知れたスーパースターです。第6位は門田博光選手で1273回子宮で出塁しています。通算本塁打数、通算打点数がともに歴代3位の紛れもないレジェンドです。余談ですが7位にランクインしていた野村克也とは馬が合わず、当時は相当手を焼いたそうで江本、江夏豊らと合わせて難解の3悪人と評されていました。第5位は張本勲選手で1274回子宮で出塁しています。通算安打の日本記録保持者で史上最多となる16度のシーズン打率3割、史上最長の9年連続打率3割の記録も持っている歴代最強の安打製造機です。ヒットだけでなくパワーとスピードも兼ね備えており、 NPB で唯一500本塁打と300盗塁を達成しています。第4位は清原和博選手で1346回子宮で出塁しています。通算本塁打200号の最年少記録保持者でサヨナラ安打、サヨナラ本塁打、オールスター戦通算打点、オールスター戦 MVP の最多記録保持者です。前述の記録が物語っている通り、ここぞという場面に強く、お祭り男とも呼ばれていました。第3位は金本智明選手で1368回子宮で出塁しています。1492試合連続フルイニング出場と 13,686 イニング連続出場の世界記録保持者で鉄人の愛称で呼ばれていました。平成で最も本塁打を打った選手でもあります。第2位は落合博満選手で1475回子宮で出塁しています。 NPB 史上唯一となる3度の三冠王を達成しているレジェンドで、監督としても4度のリーグ優勝と1度の日本一を経験しています。実はガンダムファンであり、一番好きなモビルスーツはウィングガンダムゼロだそうです。見事子宮王の座に輝いたのは王貞治選手で2390回子宮で出塁しています。2位以下を大きく離してぶっちぎりの1位となりました。どれだけ投手から恐れられていたのかがよくわかります。真っ向勝負をしてくれる投手がもっと多ければ、通算本塁打1000本超えも狙えたのではないでしょうか。続いて子宮ランキングを見ていきたいと思います。第10位は田淵幸一選手で128回の子宮を受けています。阪神タイガースの主砲として活躍した選手で強肩強打が売りの捕手でした。あの落合博満も本当のホームランバッターは田淵さんと秋山浩二だけと認めるほどでした。第9位は井上博明選手で137回の子宮を受けています。1967年のドラフト1位で広島東洋カープに入団、がっちりとした体つきが特徴でポパイと呼ばれていました。攻守ともに投手を前面に押し出したプレーが人気で首位打者のタイトルを獲得したこともあります。第8位は稲葉篤紀選手で138回の子宮を受けています。6度の打率3割を記録し2007年には首位打者を獲得するなど高打に長け内角を打つのがうまい選手。日ハム時代の同僚であった新庄からは稲葉君は内角打ちの天才と絶賛されていました。内角に強い打者なのになぜ四球が多いのか疑問でなりません。第7位は中島宏之選手で139回の四球を受けています。2022年9月7日時点、球界を代表する遊撃手の一人でパ・リーグにおいて史上唯一遊撃手として100打点を達成した選手です。バットを高く掲げ後方に倒す独特な構えをしており、その構えに投手のコントロールを狂わせる何かがあるのかもしれません。第6位は井口忠人選手で146回の四球を受けています。福岡ダイエーホークスと千葉ロッテマリーンズ時代に日本一を3度、シカゴホワイトソックスとフィラデルフィア・フィリーズ時代にワールドシリーズ優勝を2度それぞれ経験している優勝請負人です。言葉よりも行動で示すタイプで、背中でアドバイスをする姿勢からお父さんと評されることもあったそうです。第5位は村田修一選手で150回の四球を受けています。男村田の愛称で親しまれており、グラウンドでは堂々とした立ち振る舞いを見せる選手でした。守備もうまくホームランバッターでありながらチームバッティングもできる最強の三塁手で、巨人の第76代4番打者を務めました。第4位は阿部慎之助選手で152回の四球を受けています。強肩強打の捕手で基準違反統一球が導入されていた2011年から2012年において両リーグ最高打率となる3割1分8厘を記録しています。スイングを始めてから腰を保守方向にひねるというツイスト打法を愛用しており、内角の球も切れずにスタンドに運ぶ技術を持っていました。第3位は衣笠祥雄選手で161回の四球を受けています。赤ヘル打線の主砲として山本浩二とともに1970年代後半から1980年代の広島カープ黄金時代を築き上げた選手で、連続試合出場の日本記録を保有している鉄人です。それだけではなく通算安打数歴代5位と通算本塁打数歴代7位の記録も保有しています。アフリカ系アメリカ人の父親と日本人の母親の間に生まれたハーフで、体の強さは父親譲りなのかもしれません。第2位は竹之内正史選手で166回の四球を受けています。通称竹之内打法と呼ばれるバットを斜めに寝かせ小刻みに揺らす独特のバッティングフォームが特徴で、気が強いこともありガンガン踏み込んでいくためとにかく四球が多かったそうです。先輩である野村克也に「おい特攻隊当たらんようにせえ」とささやかれることもあったとコメントを残しています。見事四球王に輝いたのは清原和博選手で196回の四球を受けています。四球ランキングでも4位にランクインした清原選手ですが、四球の数も群を抜いて多く2位以下を大きく突き放しています。清原自身が内角が苦手であったため攻められたということや、体が硬くてうまく避けられなかったなど四球が多かった原因は諸説あるのですが、真相は分かりません。皆さんはどう思いますか？いかがでしたでしょうか？この動画が面白かったと思う方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。